言語日本語、これがねすごいですよ。日本語だけじゃないんだね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 カ国語に対応しましたね。こんにちは、スミヤです。今日はドワーフ3の日本語化についてです。ついにねドワーフ3が日本語に対応しました。ちょっと立ち上げてみてみましょうか。はい、接続中と出ましたね。接続成功。おー、出ましたよ。ね。はい。日本語になってます。現在のデバイスをホストとして設定する。なるほど。はい。予約撮影もできるようになったんですね。ちょっといろいろやってます。照明の設定。バッテリーインジケーター。リングインジケーター。はい。あ。うん。おすすめお気に入り。ドワーフラボ。タイプ。生態集合。太陽と月。星雲。銀河。星団。惑星。なるほど、ここまで行くんだ。カタログっていうのもあるね。メッシエ、NGC、IC。なるほど。これは使いやすいね。ただし製図は日本語には対応してないのかな。グリッド、ラベル、雰囲気。あー。風景。なるほどね。あ、今向かってるあたりを表示してますね。はい。はい、アルバム。あー、これはすべての項目、写真、ビデオ、連続写真、パノラマ写真、天体写真。あ、なるほどね。すべての項目。はい。設定見てみましょうか。私のデバイス接続設定。位置情報、一般、サービスとサポート、キャッシュをクリア。うん。ドワーフラボについて。サービス規約。あ、これは英語だな。プライバシーポリシー。あ、これも英語だね。オープン。これも英語です。アプリ更新。はい。私のデバイス。デバイス、MAC アドレス、ストレージ、デバイス名、デバイスパスワード、デバイス、アカウントパスワードリセット NFC 更新 IP アドレスアクティベーション状況9月12日接続設定 2.4GHz モード Wi-Fi 互換モード。なるほど。はい。位置情報自動定位一般言語日本語、これがね、すごいですよ。日本語だけじゃないんだね。英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、わからん。中国語。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 カ国語に対応しましたね。すごいね。外観、システムに従うライトモード、ダークモード、はい、サービスサポート、不具合のログのアップデート、不具合の種類、接続設定、撮影ビデオ、天体、パノラマ、連写、タイムラプス、アルバム、その他、ログ、あなたのメールアドレス、不具合の発生日、
ああ、日付が入れられるのね。不具合の説明。なるほどね。不具合のスクリーンショットも撮れるんだ。はい。キャッシュをクリア？ドワーフラボについて。これはさっき見たね。はい。こんな感じでね、日本語に対応してますね。写真っていうのを見てみましょうか。はい。ああ、今撮影しているカメラが映ってますね。ちょっともうちょっと上に向けてみようか。はい。今撮影中の ZV-E10 が映ってますね。こちらは、シャープスター 130-28HNT 京都ですね。はい。もうちょっとこっちにしようか。はい、ドブソニアン望遠鏡が見えてきました。うん。いやー、素晴らしい。日本語対応しましたよ。アルバムってのもいけるね、こっから。アルバムは縦なんだ。からフォーカス、オート、プラス、マイナス。機能。目標追跡、太陽を追跡、月を追跡。うん、特性か。望遠。広角。プリセット、シャッター、ゲインって書いてますね。はい。望遠はね、それからフィルターもあるね。フィルターが、可視光フィルター、天文用フィルター、デュアルバンドフィルターと、3種類になってますね。はい。広角は露出だけなんだね。望遠は色調が選べる。ホワイトバランス、明るさ、コントラスト。あ、広角も選べるね。シャープ、サイド、色調、コントラスト。なるほど。ホワイトバランス、自動、明るさ、コントラスト、シャープ。うん。ホワイトバランス、明るさ、コントラスト、シャープ、色調、シャープ、までですね。はい。それから、ビデオ。ビデオの機能も同じですね。はい。天体。暗所、赤道儀モード、構成、製図、設定、曲線とありますね。シャッター、ゲイン、フィルター、色調、広角、色調、露出、プリセット、シャッター、ゲイン。あ、こうやって変えられるのね。連写、連写、パノラマ、うん、撮影範囲、あ、ダブルカメラ連動、広角を主視角に切り替え、目標物体をダブルクリックすると目標物は自動的に望遠焦点に移動し、目標物体の迅速な位置付けを、うん、うん、はい、
こんな感じで日本語が使えるようになりました。それからね、 AI ノイズリダクションも入ったようです。素晴らしい。ドワーフ3も次々進化しましたね。ついにシースターの日本語化に追いつきましたよ。ドワーフ3、これからね注文される方もいると思いますが、すでにね注文された方も届く時にはすでに日本語が使えるようになってますので、かなりね簡単になりますね。はい、分かりやすくなりました。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい、えい、えい。